お待たせしました。レオクラジオ。レオクラジオ。こちらはハンターハンターラジオ海賊放送局です。お相手は私、降り続く雨にも負けず美しく咲くアジサイの花クラピカと、その葉の上で雨を楽しむカタツムリレオリオがお届けいたします。という今週のキャッチコピーは、東京都江東区にお住まいのハンターネーム愛子さんからのものでした。ありがとな。さて、どうして我々がこんなひそひそ声で話しているのかというと、福井県にお住まいのハンターネーム竹やぶやけたさんからの依頼が、キルアの部屋から放送してほしいってことだからだ。それはわかる、わかるんだが、なぜこんな深夜にキルアの部屋にこっそり忍び込まなければいけないんだ。鈍いなクラピカ。7月7日はキルアの誕生日だろ。だからあいつが寝ているうちに枕元に誕生日のプレゼント置いといてやるんだよ。なるほど、バースデーサンタさんか。気が利いてるな。ゴンの誕生日の時はしくじったからな。今度はうまくやるぜ。プレゼントの中身はなんだ。お菓子の詰め合わせだ。なるほど、気が利いてるよな。よし、入るとしようぜ。いたぜ。熟睡しているようだな。慎重に近づくんだレオリオ。キルアは暗殺の訓練を受けている。ほんのちょっとの気配でも目覚めてしまうだろう。お前こそドジを踏むんじゃねえぜ。私の舌は完璧だ。俺だって昔は四倍のゴーちゃん、じゃねえ、四倍のレオちゃんと呼ばれたもんだぜ。それは全然自慢にならん。しーし、抜き足、差し足、忍び足。こうして寝ている姿を見ると可愛いもんだぜ。確かに寝顔はまだ子供だな。あどけないものだ。ん、なんか寝言言ってるぜ。どうやら夢を見ているらしいな。レオリオ、おいおい、俺の夢見てんのかよ。おい、照れるな。おい、レオリオ、お前はどうした。将来、うん、ハゲるな。なんだとこのガキ。しー、落ち着けレオリオ、ただの夢ではないか。だってよ、くそ、どんな夢見てやがんだこいつ。クラピカ、今度は私の夢か。なんか笑ってるぜクラピカ。また俺の、お前の勝ちだな。なんだよそれは。私の何がどうお前に負けたんだ、答えろ。静かにしろよ、キルアが起きちまうだろうが。なんか勝ち誇ったように笑ってる。くそ、気になるな。しかし夢に入ってはいけないし、あーなんかイライラする。よし、仕返しだ。キルアに暗示をかけてやろうぜ。暗示だと。ねえ、耳元で不気味な言葉をささやいて嫌な夢を見せてやるんだよ。いいなそれ、乗った。よし、じゃあ俺から行くぜ。イメチェンしてパンチパーマになったゴン。うなされてる、うなされてるぞ。大成功だ。よし、今度は私の番だ。すべすべまんじゅうガニ。もだえ苦しんでるぜ。どうやらキルアはすべすべまんじゅうガニに触れられたくない過去があるようだな。どんな過去だよそりゃ。しまった、眠ったまま、眠ったまま暴れ出した。もう手がつけられん、逃げるぞ。わかった。このつめつめまんじゅうガニが。